ロッキー、よきよき。どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼの、ゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2024年47号、ワンピース最新話、1130話、呪いの王子を考察していきます。この1130話では、またもや、もう一人、太陽の神が登場。久しぶりの真の神回です。そして、いつものように答え合わせ回です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まずは先週の1130話の予想を振り返りましょう。こちらです。1130話の累次話数は30話、130話、1030話です。30話は Great。語呂合わせはサレン。サレンとは不機嫌に黙って怒るという意味です。しかし30話と1130話が繋がるなら、おそらく扉への巨人ロボットでしょう。タイトル Great には巨大という意味もありますから、1130話では巨人の村エルバフに到達しそう。次に130話は最高速度。語呂合わせはイサオとは鉱石のことです。130話では、航海士、波の技量、功績が称えられていますから、次に1030話は、諸行無常の響きあり、語呂合わせはイレイザー。イレイザー、すべてを消す者、黒ずみの怨念、火前棒が誕生しています。さらに1030話には、古代巨人族の失敗作、ナンバーズが登場していますから、やはり1030話は、エルバフの話でしょう。そんな1130話の語呂合わせも考えましょう。人々を見れば、壁を破壊してルフィが見た光景は、エルバフの巨人たちの村か。はい、前回の予想は50点くらいでしょうか。話数の理論を追加して修正していきましょう。30話でルフィは巨大な黒猫海賊団の船の火の船首に潰されて目を閉じて寝ています。一方、1130話ではついにエルバフの王子ロキが登場。ロキは巨大な木に貼り付けにされ、目が閉じられています。ロキとは閉ざすもの、終わらせるものという意味です。さらに1130話の扉でも、ヤマトとオタマが寝ています。そこでは、奉納するはずの安家の刀が謎の人物によって盗まれています。一応この謎の人物については、20年前の過去から飛んできた、光月トキだと考えてしまいましたが、自信はありません。ただし一応、光月トキは刀を使えます。次に130話の語呂合わせはイサオ。イサオとは功績のことであり、航海士、波の功績、能力が称えられています。一方1130話では航海士、ロードの功績、能力がゴールドバーグから一応称えられています。さらにドリーとブロギーもその功績と脅威から懸賞金が18億ベリーにアップしています。次に1030話の語呂合わせはイレイザー。イレイザーとは全てを消す者、黒ずみ家の怨念、火前棒が登場。一方、1130話では世界を終わらせる者、太陽の神、ロキが登場。以上がいつもの話数の理論ですが、先週僕はさらに、類似話数には共通キーワードがあるという新理論を考えました。もしも30話、130話、1030話、1130話に共通キーワードがあるなら、それは終わらせるものでしょうか。30話では黒猫海賊団スラモ、すべてを皆殺しにしようという黒。130話ではアラバスタを支配するクロコダイル。ビビー曰く、終わりだ。クロコダイルに乗っ取られちゃう。1030話では鬼ヶ島を爆破するイレイザー、すべてを消すもの、火前棒。1130話では世界を終わらせる太陽の神、ロキです。終わらせるもの、それが共通キーワードだったのか。とりあえず今後も類似話数の共通キーワードを考えていきましょう。それでは本編の流れの考察です。1130話のスタートはエルバフの船。フランキーたちはルフィたちを探してみたもののいないという。これが1130話の話数の語呂合わせ一つ目。人々を見れば、人々を見れば。そしてフランキーたちは捜索を打ち切ってエルバフで待つという。一方場面は変わってルフィサイド。閉ざされた箱庭の壁を破壊してルフィが見たものとは巨大な木々とそして雪でした。ルフィたちがいた場所は巨人たちを幽閉するための留置場。その留置場は極寒の地、山の上にあるお城でした。こちらの動画で考えたようにルフィたちはやはり高いところにいたようですが、サニー号はどこに置いてきたのか。さらに同じくこの動画ではミックスタイン城とはドラム城のイメージだと考えました。ルフィたちがいるお城、ビッグステイン城も考えました。おそらくステイン、汚れではなく、シュタイン、石という意味でしょう。ビッグシュタイン城。それが本来の意味なのか。シュタイン城。シュタイン城といえば、ノイシュバンシュタイン城です。ノイシュバンシュタイン城は、ドラム王国の城のモデルでしたが、このビッグステイン城ともリンクするかもしれません。そして今回描かれた留置所の城はまるでドラム城です。これは吊り橋を渡るチョッパーのセリフでもわかります。昔ロープを渡ってたから、チョッパーはロープでドラム城を移動していました。
さらに吊り橋を渡るウソップはそれを勇敢な戦士の試練だという、これも同じ動画で考えました。巨人たちがいる島はウォーランド、戦いの国ですから、神の試練とはいわば戦いの試練でしょう。そんな吊り橋の上ではハイルディンの部下ギルズとゴールドバーグがロードを訪ねてきています。ちなみにギルズとは北欧神話の女巨人の中で最も美しい女性だと言われており、確かに可愛いゲルタソー。とにかくここでゲルズたちはエルバグの侵入者は逮捕されるという、これも空島編と表裏一体、スカイピアと同じルールです。ここでナミは逮捕を恐れてルフィの口を塞いでギルズたちから隠れて行動します。これが1130話の数の語呂合わせ2つ目、人を引き去れ。されとは、そのまま情報などを秘密にするという意味です。巨大な吊り橋を渡るルフィは、何やら強大な気配を感じています。それは、ブロックの国で聞いた、おたけびの主については、すでにこのように考えました。こちらです。謎の獣の正体は何でしょうか？なんとなくそれは狼でしょうか。狼は遠吠えをしますし、何より1127話では狼ゼウスの雷で幕を開けましたから、狼なりイコール狼なりこうしたダジャレが成立し、さらに北欧神話ではフェンリルやハティ、マーナガルムといった狼の怪物が数多く登場します。はい、おたけびの主は狼だと考えました。それは北欧神話の狼フェンリルだろうと。そして吊り橋の下には巨大な狼たちがいますが、そのおたけびの主に会うためにルフィは一人で橋の下へ移動します。場面は変わって歩兵海賊団の船、そこではエッグヘッドを火の海に変えたというドリーとブロギーの懸賞金が1億ベリーから大幅アップして18億ベリーとなっています。なぜ18億ベリーなのか。ドリーとブロギーは太陽の盾ですから、18といえばこちらの動画で考えたように太陽のイメージです。8は日本語の8日の陽と読みます。こちらですよ。ニカとブロギーには伏線がまだあります。まず118話の扉にはなぜかテントウムシがいます。テントウムシは漢字でテントウムシ、お天道様の虫です。お天道様とは日本で太陽のことを表し、テントウムシは太陽神の使いだと言われています。その118話の類似話数が1018話です。1018話では初めて太陽の神ニカが語られました。118話で太陽神の使いテントウムシ、1018話で太陽の神ニカ、さらにその1018話の類似話数が1108話です。1108話ではブロギーがニカッと笑っている。118話の太陽神つながり。はい、類似話数18の共通キーワードは太陽か。ちなみに18話は麦わら帽子が宝物だという話です。以前も考えたように麦わら、麦とは世界中の神話や民話において太陽の象徴と言われています。そして新聞では太陽の神ニカ、つまり自由な姿となったルフィの写真もあります。その写真のルフィの腕には罰印が描かれています。これはもちろん行方不明のビビからのメッセージでしょう。私は大丈夫、生きているよと。これが1130話の数の語呂合わせ3つ目、ヒー様とは姫様が変化した呼び名で辞書にも載っています。ビビはアラバスタの王女ヒー様です。そして船の上ではエルバフの王の子ハイルディンの話になり、さらにもう一人の正式な王の子ロキの話にもなりました。ロキは悪の限りを尽くし、エルバフ王家に伝わる伝説の悪魔の実が欲しくて、数年前父親のハラルドを殺してその実を食べたという。その罪によってロキは貼り付けの刑となり、エルバフの恥、呪いの王子と呼ばれています。そんなロキが極寒の地で巨木に繋がれて貼り付けになっている。これが1130話の話数の語呂合わせ4つ目、イーザマ呪いの王子ロキ。しかし貼り付けにされたロキは不敵に笑っている。それは悪い奴だと評判だった貼り付けにされたゾロのように。ゾロはヘルメッポが飼っていた狼を殺して貼り付けにされました。また舌を出して笑う父親殺しのロキとはまるで父親殺しのドフラミンゴのようでもあります。そんなロキとルフィが一対一で出会いました。巨大なロキの姿は以前シフォンが語っていたロキのシルエットとは全然違う。これはビッグマムみたいな成長でしょうか。そしてロキの髪型はかつて愛した女ローラにそっくり。ローラをまだ愛しているのか。ちなみにローラはローリング海賊団、舌を出すロキはローリングストーンズか。そしてロキ曰く
ここは戦争に明け暮れた世界最強の王国、ウォーランドだという、オハラの全地の木よりも巨大な木に守られている国、ひとつなぎ。まるで北欧神話の世界中、ユグドラシルのようですが、ワンピースで戦争が起きても倒れない木といえば、宝珠アダムか。サニー号の材料となった宝珠アダム、エルバフの人々は材木を担いでいましたから、この宝珠の一部、材木を取引して暮らしているのか。すると、ノアの箱舟を修復できるのは、宝珠アダムの木を持つ巨人族か。つまり、エルバフの巨人だけがノアの箱舟を修復できるのか。そんな巨大な木に張り付けにされたロキは、自らを、俺は世界を終わらせる太陽の神、ロキだという。そしてその目の前にいるのは、太陽の神、ニカ。これは1130話の和数の語呂合わせ5つ目。いいミラー。いいミラー。鏡です。日本では11月30日は、語呂合わせによって、いいミラー。鏡の日と呼ばれています。鏡の世界の太陽神から逃げてきたら、すぐにまた別の太陽の神と出会った太陽の神ニカことルフィ。ロキとニカは鏡のような表裏一体なのか。ロキとニカと木については2年前このように考えました。こちらです。さらにカイドウは開封をルフィに話すと、ルフィはこれを映画マスクのように足をビヨーンと伸ばして避けました。映画マスクを考えましょう。思えば過去にもマスクと酷似するシーンがありました。アラバスタで水が漏れる水ルフィやパンクハザードのゴムゴムの UFO などはまさにマスクです。マスクの設定は北欧神話のロクデナシと呼ばれる巨人ロキの魔力が入った木のマスクをつけると主人公が変身します。この巨人と木という要素は、こちらで考えたジョイボーイの正体は巨人、ニカルフィの正体はゴムの木の幻獣という考えとも合致しています。はい、木に貼り付けられた太陽の神ロキとゴムの木の幻獣太陽の神ニカ、そんなつながりか。そしてここからはロキが食べた悪魔の実を考えましょう。自らを太陽の神だと名乗るロキ、つまりロキの能力とは太陽の神を連想させるものか。ロキの能力の考察は、情報が少ないため一つには絞れませんでした。今回は二つの可能性を考えさせてください。まずは一つ目の候補から考えていきましょう。作中では5人目となる自称太陽の神が登場しました。一人目の太陽の神がジャヤの大蛇、カシガミ。二人目の太陽の神がエルバフを燃やした炎のパンドラ。三人目の太陽の神が解放の戦士、ニカことルフィ。四人目の太陽の神がハコニアのキモータ、ロード。5人目の太陽の神が呪われたエルバフの王子、ロキです。これは一体どういうことでしょうか。まず、こちらの動画では、ハコニアの太陽神は、ジャヤの太陽の神に捧げる生贄の祭壇と繋がると考え、ムース、鹿とチョッパ、鹿が太陽の神の生贄の祭壇に捧げられたと考えました。するとその後、ハコニアの太陽神ロードは、鹿のドクルをかぶって登場しました。つまり、4人目の太陽の神ロードは、一人目の太陽の神、カシガミと繋がる。すると、三人目の太陽の神、ニカは別枠だと考えると、五人目の太陽の神、ロキのヒントは、二人目の太陽の神、パンドラでしょうか。パンドラとは、ビッグマムによって、エルバフの村を燃やした炎です。それをカルベルが、ソルソラの実によって、命を与えて、パンドラと名付けて、炎を収めました。ここと繋がるなら、ロキの悪魔の実とは、炎系でしょうか。ロキとは北欧神話で炎を表す神です。ロキがもしも炎系なら、同じ王の子、ハイルディンがメラメラの実を欲しがっていたことも納得です。さらに1130話の累次話数、1030話の黒ずみの怨念、すべてを消す者、イレイザー、火前棒とも繋がります。そして1127話で遠吠えをしていた謎の獣は1ヶ月前に狼だろうと考えました。そしてロキは貼り付けにされて登場しましたから、北欧神話で貼り付けにされた狼とはフェンリルです。フェンリルは北欧神話でロキの息子ですが、口から炎を吐く巨大な狼は最終戦争ラグナロクにおいて炎の巨人スルトと同じように神々に災いをもたらし、育ての親であるオーディーンを殺します。炎、雄たけび、拘束、親殺し、災い、これらはすべてロキのイメージと合致しています。さらに親を殺して伝説の悪魔の実を奪って食べたロキは白い狼ヤマトにも似ています。ヤマトもワノ国の宝大口のバカミを奪って食べました。そんなヤマトが暮らしていた鬼ヶ島には巨大な刀が突き刺さっていました。そしてロキが暮らしているエルバフにも巨
巨大な刀が突き刺さっています。氷の狼ヤマトと炎の狼ロキという関係か。ロキは炎系の能力を手に入れて自分こそが太陽の神だと言いたいのか。ロキが食べた悪魔の実とは犬の実、幻獣種、モデル、エンリルなのか。ロキは犬のように舌を出して不敵に笑っています。また1130話以降のルイージワ数ではドラム王国のワポルが頻繁に登場しますが、ワポルの大口は北欧神話におけるフェンリルの大口、地獄の口にそっくりです。以上、これが最もうなずけるロキの悪魔の実の正体ですが、しかし伏線やつながりが多すぎてできすぎている気もします。そこで二つ目の候補も考えさせてください。二つ目の候補で考えたいのは語呂合わせイーミラーです。太陽の神ニカと太陽の神ロキが鏡のような表裏一体なら、フェンリルにはあまり納得感がありません。もしもニカとロキが鏡のようになっているなら、ロキが食べた悪魔の実、二つ目の候補とは、真のゴムゴムの実です。ルフィが食べたのは人々の実ニカ、ロキが食べたのは真のゴムゴムの実の可能性です。この可能性にもある程度は根拠があります。エルバフでは太陽の神が信仰されており、ドリーとブロギーがルフィを見たとき、お前なぜエルバフに伝わる神の姿を知ってる？その印象、そのように言っていました。つまりエルバフには太陽の神ニカの姿を伝える絵物語がありそうです。するとロキも当然太陽の神ニカの姿を知っている。そしてエルバフを訪れたことがあるベアバンクはジョイボーイについてこのように言っていました。まるでエルバフに伝わる太陽の神ニカのように伸縮する体で戦ったという男、伸縮する体イコール太陽の神です。このようにエルバフに伝えられていれば、エルバフ王家が真のゴムゴムの実を伝説の悪魔の実だろうと考えて長年保管していても不思議ではありません。ベアバンク曰く、古い文献にはゴムゴムの実は載っていない。なぜならエルバフ王家が長年保管していたから。以上のことから、ロキが真のゴムゴムの実を食べて自分こそが太陽の神だと認識していた可能性があります。ロキとは北欧神話でいたずら好きな神ですから、これはふざけたニカやルフィのイメージとも合致しています。そしてロキが目の前のルフィに自分はゴムゴムの実を食べたと告げれば、ルフィの反応は、はぁ？ゴムゴムの実を食べたのは俺だと怒り出して、太陽の神ニカの話がどんどん展開されていきそうです。さらにもう一つ、空島編とエルバフ編の表裏一体からもこれは考えられる可能性です。空島スカイピアでは、ワゴムのテーマパーク、ワゴムランドが建設され、そこでのウソップはまるで偽りの太陽の神でした。そのように考えると、エルバフ編でも偽りのゴムの太陽の神が登場してもおかしくはありません。ゴムそのものの性質を持つ、ルフィとロキの表裏一体です。まとめましょう。ロキの能力とは、第一候補は、伏線がたっぷりある、炎の狼、フェンリル。第二候補は、展開が面白い、真のゴムゴムの実。現時点ではそのように考えます。そしてロキ曰く、太陽の神イコール世界を終わらせるものだと言います。ロキとは閉ざすもの、終わらせるものという意味ですが、太陽の神イコール世界を終わらせるものならば、それはある意味で世界の夜明けです。故にロキは荒くれ者ですが、本当は少しだけいいやつなのか。ついに本格的にスタートしたエルバフ編、そんなエルバフの綴りはエルバフではなくエルバフ。10年以上前から数々の考察者たちが言ってきたエルバフの反転がファーブ、グーワとなり、ウソップとイソップグーワが繋がる、この面白考察が崩れています。続いては次回、1131話の展開を話数の理論から考えていきましょう。1131話の類似話数は31話、131話、1031話です。31話は真実、語呂合わせは才。才とは様々な事象や物事の異なる点や違いです。31話ではキャプテンクロの正体、真実を理解したカヤです。すると131話でも何か真実が判明するのか。次に131話はブリキのワポル、語呂合わせは異彩、異彩を放つ鉄の体のワポル率いるブリキング海賊団。さらに1031話は科学の戦士、語呂合わせは天才、天から授かった鉄の体、その才能に悩んだサンジはジェルマのスーツ艦を自らの手で破壊します。ドラム王国の呪われた王子鉄の体のワポルと、ジェルマ王国の呪われた王子鉄の体のサンジ、
この二人と繋がる展開があるなら、エルバフの呪われた王子、ロキの体が何か変化するのか、それとも鉄の体のキッドがエルバフで療養中か、そんな31の共通キーワードは何でしょうか。31の類似話数を見ると、それは苦い過去でしょうか。そんな1131話の話数の語呂合わせ予想は、小さい。これはエルバフに到達したウソップが自分たちの小ささを嘆くのか。いい材料、材木を扱うエルバフの人々の暮らしが描かれるのか。ビビサイン、ロビンが早くもビビのバツ印を思い出すのか。人々賛否、ロキを語る人々からロキの賛否ある評判を聞くのか。チャンネル登録してね。私の考察には敵が多すぎる。